どうも、ウエダックスです。本日はね、自作 PC ではなくてパソコンをなんと購入しました。このパソコンの価格、なんと19,980円です。で、今現在、この動画を撮ってる現在ね、 NTTX ストア箱汚れ特化コーナーにもあります。で、箱汚れっていうのは段ボールがちょっとへこんでたりとか、ちょっとなんですかね、中身は問題ないものですが、箱がちょっとダメージあるよっていうぐらいのものです。で、購入したパソコンがこれですね。で、届いた時のちょっとその箱のつぶれ一箇所だけ確認したんで、こんな感じです。はい。で、これなんですけど、ダメなとこまず言いますね。電源が 250W で、これ多分小さいケース用の電源が取り付けられてあるので、次もしこのケースを使い回すにしても、この小さいタイプの電源しか使えないっていうのがまず最初の欠点で、次がマザーボードが特殊である。富士通製のマザーを使用しているので、拡張性は十分にあるんですけども、メモリーも4スロットありますし、 PCI かも3スロットありますので十分使えるんですが、ちょっとね、一番残念なのがこれはゲーミング PC にできないですね。 PCIe がないんで、それが一番残念ですね。はい。だからマザーと電源以外は本当に2万円で買えるパソコンとは思えないスペックです。で、CPU が Pentium の G3420 で、メモリーが 4GB で、ハードディスクが 500GB、 これは Seagate のものがついていました。で、 DVD ロムドライブ、ロムってことなのでマルチではなさそうですね。で、キーボードとマウスがついてくる、これ意外に嬉しいんですよね。ちまちま買うと結構高くつくのでね、それぐらい、あと1年保証ですね。で、シリアル ATA ケーブルが最初からね、1、2、3、4、5本刺さってるんですね。で、まあ2本はマルチドライブとハードディスクで使われてますが、最初からも4台ハードディスクを追加できるような状態の配線となっております。で、プラスシリアル ATA1 本余っていますので、拡張性は十分で、私は何のためにこれを買ったかというと、Linux を入れて、サーバーにするためのパソコンを作ろうと思ってた時に見つけちゃったんですよ。で、作るより絶対安いですから、19,980円で、残念なのが OS レスなので気をつけてください。 OS は自分で用意しないといけません。それぐらいですかね。うん。で、ケースはやっぱりね、サーバー用ということでいい出来です。多分よく冷えるように作られてて、ファンもっこにね、ドライブ系がちゃんと冷えるように、風が下に流れるようにできていたり、ここにつけたハードディスクを直接冷やしてくれたりという感じで、かなりいい出来だと私は思います。サーバー用途、またはナスの代わりとかね、そういう使い方で、一般的な事務処理なら全然問題ないと思います。 G3420 は eCPU ですから。はい、そんな感じですね。うん、めちゃめちゃ安くないですか。これを言った後に多分 NTTX ストア売り切れんじゃねえかなと思ってるんですけど、もう1台欲しいぐらいですね。うん。じゃあ最後にね、動作確認だけして終わりたいと思います。はい、電源を入れて画面が出ればとりあえず OK というレベルです。で、言い忘れましたが、フロント USB は2箇所あります。では電源を入れます。はい、ちゃんと起動しました。BIOS の画面までは確認しません。はい、とりあえず動作しました。これね、プライマジーっていうとね、 TX1310M1OS レスタイプ 500GB が1個ハードディスクがついてます。今なら19,980円で購入できますので、パソコンを安く欲しい方、まあ、OS 持ってるけどパソコン1台ないかなとか、うん、そんな感じの使い方っていうか、うん、
あればぜひねおすすめできると思いますよ。これ拡張性もいいしケースもいいケースです。逆にちょっと重いぐらい。この CRATA ケーブルがね最初から4本も追加で刺さってるのもすごい嬉しいですね。はい、というわけで今回はお買い得商品の紹介ということで、今からでも NTTX ストア箱汚れ特化コーナー見てみてはどうでしょうか。本日はこれにて終わります。上ダックスでした。